果たしてエンジンが壊れてるのか壊れてないのか、はい、このこと、はい、用意ドンさせればわかるよね。おー、まあ、確かに。はい、こんにちは、イチローです。今回の企画はスイフト、前回通過であれエンジン壊れたかってやつ、はい、あったよね。その後初めて走らせます。で、果たしてエンジンが壊れてるのか壊れてないのか、はい、このこと用意ドンさせればわかるよね。おー、まあ、確かに。そうで、あと問題なければ、うん、チューニングしたスイフトとノーマルスイフトでどう違うのか詳しくレポートしてみたいと思います。で、どんなに違うのかっていうのもデータロガー使ってやってみたいと思うからね、はい、ちょっと正確などういうところでどんな差が出るのか、またどういうチューニングパーツがどう活かせれるのかっていうところも説明しながらちょっとレポートしてみたいと思いますので、これからスイフトスポーツをチューニングしたいなっていう人は参考になるんじゃないかなと思います。はい、はい、それでは早速、あやちゃんのモーニングルーティンとか、あやちゃん、はい、こっち乗って、ノーマルの方、ノーマルの方で、僕はこっち乗って、最終コーナー立ち上がりから同じ速度でよーいドンと、うん、ゼロスタートにしちゃうとちょっとやっぱりほら技量がだいぶ変わってくるよ。オートマだったらアクセル踏むだけだけど、そうですね、クラッチミートとかあるんでちょっと比較にならないから、同じスピードから用意ドンさせて、はい、どっちが速いか。エンジン壊れとったらいくらコンピューター変わっとるとはいえノーマルに置いてけぼりされます。さあ果たして無事なのかどうか見てみましょう。はい、ノーマルのスイフトは初めてではないか。すごい久しぶりだ。めっちゃ久しぶりやな。めっちゃ久しぶり。2年ぶりぐらいじゃない。やばいね、うん、いやちょっと乗りやすいよ乗りやすいかな。ある意味乗りやすいよね。でもやっぱ遅いってなるかもしれん。ん、遅いってなるかもしれんよ。遅いってなるかもしれないし、タイムは出ないけど多分普通の乗り心地的には乗りやすいと思う。よし、やりましょう。はい、それじゃああやちゃんエスコートするから指示通りにお願いします。はい、のりちゃんどこにおる。のりちゃんはまだ、あ、今走ってる。あ、ほんとか。じゃあ、のりちゃんちょっと練習。はい、2速。あ、今2速。はい、じゃあ、あやちゃんは、右側行って最終コーナーも、あやちゃんぐーっと来て、ぐーっと来て、はい、ぐーっと行って2速のまんまですよ。はい、2速のまんま、とりあえず2速のまんま。はい、3、2、1。え、これさ、レブに当たっちゃった時はもう上げていいんですか。あ、上げてよ。あ、わかりました。次、あやちゃん内側行って。はい、いくよ、3、2、1、ゴー。とか、モチベーションというものは、吉田さんご自身はどのように感じてらっしゃいましたか。私はもう、社会保険者です。はい、いくよ、3、2、1、ゴー。しくった。シフトが入らなかったか。シフトが入らなかったか。すいません。
いいよ。行くよ。3、2、1、ゴー。あー、やっぱ早いわ。やっぱ早いわ。エンジン壊れてなかったな。バッチリ。早いこれ。さあ、じゃあ今度はタイムアタックといきましょう。さて、エンジンが無事だったということでとっても安心しました。さあ、まずはこの車から。この車はね、あ、もうやっぱりさっきノーマル乗ったけど全然月が違うな。もう本当に全然違う。よし、まずね、この車はまずもう本当にこうチューニングは一通りしてます。エンジンとかエアクリーナー以外はやってます。でLSD が入ってるんでコーナーの立ち上がりがすごくいいんですね。LSD が入ってないと空転しちゃったり立ち上がっていかない。でこれはもう全然立ち上がる。おまけにこの赤いボタンがついてるから余計なんです。よし、行きますよ。制御が入らないんです。さあ、アタック行きます。もう立ち上がるし、コーナーがなんせ早い。このクイックターン、もう横転するんじゃねえかってぐらいクワッと曲がるんです。でブレーキもねすごくいい。最終立ち上がりも早い。どうだ、46秒4。この33度、今日前ね35度とかそういう気温の中でもう1年を通して一番タイムが出ない時期で6秒4、これはねすごく早いです。はい、もう書きますね。これ こんなにクイックに曲がるのが、立ち上がりもすごい立ち上がる。健在ですね。この暑さで45秒、これ夏で5秒はすげえな。コンピューターもバッチリじゃないか。暑い。いやね、やっぱりこれは速い。もう何が速いかって、すごいクイックに曲がって立ち上がる。これはもうやっぱりチューニング LSD とか、あとその赤いボタンが効いてます。まあ僕の方の宣伝言うと、
ノブレッセのマフラーもね、ここで散々テストしたんで抜群の味を出してますということでね、本当に真夏で45秒台は本当にすごい、やっぱり走ってても楽しいし、もう速い、とにかく。ただバケットシートいるな、真面目に。次はバケットシート入れましょう。はい、はい、じゃあ次はこの子。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。キルクルも全く違う。じゃあ行きます。はい。ああでもね、やっぱこれ今わかりますかね。これがね、うーって回転数だけ上がって立ち上がらない。これが LSD が入ってないあの辛さなんです。ここもほら、ウィーって回転数だけ上がるけど、あの立ち上がっていかないのは LSD がないからです。ここもだからね、あとやっぱり。タイヤもまあまあグリップするな。でもこれ踏んでいく、ここも我慢我慢、なるべくハンドル戻す、ここもここも我慢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 だらけ、ここも我慢。よっしゃ、どうだ。はい、それではですね、ノーマルのスイフトスポーツ、これも完全にノーマルです。でこれが一体チューニングのスイフトスポーツと何がどう違うのか、ノーマルだからどうなのかっていうのをちょっと詳しくレポートしたいと思います。はい、あのサーキット走るときはまずこのホワイトラインをカットしないっていうのが大事なんですね。で向こうから車来てないか、まあ、一応これ今誰も走ってないんで。はい、まずこのねアクセル踏んだ時の加速の、まあ、あのアクセルの突きっていうのが、これはノーマルコンピューターっていうのがあって、あのやはりこれさっきのチューニングしてるスイフトと比べると、もう立ち上がりのグンってくる加速が違います。まあ、これはね誰でも体感できるレベルではないでしょうかね。この短いあのね、ここのあの三浜サーキットの短いストレートで頭出るぐらい差があるんで、はい。で次にこの足回りなんですけど、足回りはね意外とそのもちろん街乗り用なんで乗り心地重視になってるんだけど、これね、このワイディングとかそのサーキットとか走っても、この意外とこれいいんです。純正サスは本当にめちゃんこレベルが高いと思います。逆に言うとサスペンション変えたからって言って大きな差は生まれないんではないでしょうか。じゃあなんでサスペンション変えるのっていうと、まあ大きな差はないと言ったところで、ここの三浜サーキットだとそんなに差はないと思うんです。ところが鈴鹿サーキットみたいな高速コーナーになると、やはりサスペンション変えて車高を低くして、そうしないと車の安定さ、あのちょっとこう転びそうな雰囲気になるんだと思います。あの車高が高い分ね。で今度まあキャンバーをかけることでタイヤの幅を増やすことができるんです。まあ、鈴鹿サーキットとかだとそんなにタイヤ幅は気にしなくてもいいんです。抵抗になるんで。ところがこういうミニサーキットは太いタイヤをフロントに履けば履くほど、まあ、太すぎてもダメだけどね、まあ、そのうちの今のチューニングの車のタイヤ幅が、まあ、ここでは一番合ってるんじゃないかなと思います。フロントの接地面積が多いイコールコーナーでタイヤが踏ん張ってくれると、外に逃げない、そういう感じに仕上がるんです。そのためにサスペンションが必要、キャンバーをかけなきゃいけないからっていう、そういうとこですね。次にブレーキ、これブレーキはねちょっとやっぱりノーマルはちょっとだけき
ついです。例えば、チューニングのスイフトと同じような感じで、あのブレーキングをすると、チューニングスイフトはここでブレーキだけど止まれないんです。これ止まれないんですよ。だからそういう部分ではブレーキパッド、ブレーキオイル、まあ、そういうところ、まあ、ブレーキフルードをね、フルード、ブレーキフルードをあのしっかり変えてあげた方がいいと思います。安全に走れると思います。もちろんこれ今ちょっと何回かこれ86の時に、対決の時にこれあの走ったんですけど、まあまあでもね、ノーマルでもね、ブレーキのタッチはいいです。だからこれ結構スイフトスポーツっていうだけあって、ブレーキノーマルなのにそこそこね、そこそこですよ、使えます。あの特にあのブレーキが抜けるテスラみたいにウェーみたいな、ああいうことにはならないですね。はい。で次、マフラーはやっぱり静か、これはやっぱりあのチューニングのうちのノブレスマフラーの方が音がやっぱりいいですね。あと立ち上がりの速度も多分少しいいんじゃないかな。散々テストしましたんでね。はい。あとはこれ見たくれはもうね、断然もう、まあその、はい、あのうちのエアロかっこいいです。はい。でアイラインもね、もう目つきが変わるでしょ。でウィングもその気させてくれるし、これまあここだとあんまり正直ダウンフォースは効かないかもしれないけど、あのダウンフォースをね、高速コーナーだとあの効かしてくれる、そういう設定になってます。はい。次に車高調、あ、LSD、 はい、次に LSD ね。 LSD は何かっていうと、これチューニングの、スイフトスポーツと同じような感じで、最終コーナーを立ち上がるとすると、ここでアクセル踏んでるのに、これ回転数だけ伸びて、また1回ほら下がって伸びるでしょ。これは何かっていうと、空転するんです。この結局 LSD があのないと、片輪浮いてる方が荷重かかってないから空回りするんですね、そっちが。だからその設置してる方のタイヤが回らない、つまり前に進んでいかない。はい、お疲れ様でした。さて、はい、今からはこの子のベストラップは最初にお見せしたと思うんですけど、はい、この子のベストラップデータロガー比較行ってみたいと思います。はい、はい、走行が終わりました。データロガーをね、つなげて今見てるけど、やっぱりデータロガーすごいね、細かいところがわかる、うん、もうね、体感でおこっちも速いわって言ったって、やっぱりデータとして残っとる方がよりわかりやすい、うん、やっぱコンピューターすげえな。そうですね。あと立ち上がりが速いっていうのもすごくいいと思う、うん、これがどういうことかっていうと、スイフトスポーツのチューニングカーの最高速、はい、とスイフトスポーツのノーマルの最高速比較ね。まずチューニングカーの最高速が 115.29 キロ、うん、に対してノーマルが109キロ、うん、6キロも違うぞ。結構それは大きいな。いや、でかすぎるよ、同じ車だよこの短い距離で6キロも違うすごいね。すごいね。よかった、エンジンやっぱり壊れてない絶好調。絶好調でしたね。絶好調だったね。はい。で、ラップタイム。はい。チューニングカーの方のラップタイムは45秒893。この真夏の気温、ニュースでも今季最高気温なんて言われた日に45秒893ですよ。すごい。すごい。やばい。やばい。で、ノーマルは51秒224。つまり、6秒とは言わんけど、何秒あるんだこれ、差がおよそ 5.3 秒。 5.3 秒、こんなに違うんです。すごいね。はい、すごいです。じゃあどういうところが違ったでしょうか。用意ドンしまし、なんか用意ドンしてもこれ圧倒的にみるみる差が開くような気がするけど、いきますよ、はい、赤がチューニングカーで、青がノーマルです。はい、用意ドン。はい、チューニングカー、もうここから頭出てますね、うん、はい、コーナリングスピードも速い、立ち上がりも速い、どんどん差が生まれます。はい、ここのブレーキングの突っ込みもいい感じ。はい、ここのコーナーはもう圧倒的速いです。立ち上がりも速い、どんどん
ノーマルは置いてけぼり、はい、ここもすごい速いですね。速い、はい、もうここの、ね、スピードを見とってみてください。これこんなに差があるんですよ。こんなに差がある。もう全体的に赤の方が速い。もう あっという間にこんなに差が離れちゃって、はい、ここも速いですよ。これもう全然ここのスピードでは違いますからね。はい、最終コーナー立ち上がって、はい、ここからの加速もブーンといって、はい、どん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 さよならで、こんな感じです。でもこれはすごい。この最終コーナー立ち上がって、このゴール地点のスピードも105キロと99キロ、もう圧倒的差がありますね。うーん、これがスイフトスポーツのチューニングなんですね。面白い車ですね。面白い、チューニングしてタイム出ない、まあ自己満の世界もあるんだけど、チューニングって、まあまあ、だけど実際ブレスのチューニングカーは間違った方向に行ってないということですね。ちゃんと速くなってますね。ちゃんと速くなってますねはい、こういう結果でした。はい、はい、もう実はタイヤもね、だいぶすり減ってきてるんで、うん、ちょっと新品タイヤで冬アタックしたら44秒狙えるかもね、これやばいな。いや、狙えるはい、いかがだったでしょうか。また今後のね、スイフト動画もお楽しみに。お楽しみに。